2018年3月17日兵庫県神戸市。雲一つない晴天ですね。年に3回行われるオセロの全国大会、その第1弾はオセロ名人戦です。今年のオセロ名人戦は神戸で開催されました。さて、どんな戦いが繰り広げられたのでしょうか。豚まんもとても美味しそうでしたね。皆さんこんにちは、園です。京都出身の22歳です。よろしくお願いいたします。こんにちは、前畑です。中島です。お願いします。よろしくお願いします。先ほど神戸の風景見ていただいたんですけど、とても綺麗な街でしたね。はい、本当にこの日は天気が良かったです。そうですね、はい、オセロ日和でしたね。はい、室内内会、はいはい、はい、さてということで、激闘第39期オセロ名人戦全国大会始まります。激闘第39期オセロ名人戦全国大会、番組 MC の園です。そして日本オセロ連盟理事の前畑さんと、オセロ界では有名なベテランプレイヤーの中島八段です。よろしくお願いいたします。前畑です。よろしくお願いします。中島です。よろしくお願いします。この名人戦は全国各地で毎年行われてるんですよね。そうです。去年は、宮城の仙台で行われまして、今年は初めて神戸に会場を移して大会を開催しました。はい、神戸はいかがでしたか。神戸はですね、はい、大阪から近いのもあって、関西のプレイヤーの方結構多く参加していただきましたね。なるほど、はい、さてでは、このオセロ名人戦の特徴を教えてください。はい、オセロの大会、全国大会、年に3回あるんですけども、その3回の大会のうち、これが唯一のオープン大会になります。そうなんですよね、はい、誰でもできる、誰でも参加できちゃうというのが特徴で、名人戦は2日間に分けて、いろんな部門の大会が行われてまして、無差別の他に女子の部とか、高校生以下の部、中学生以下の部、小学生以下の部っていろんな部門があって、それぞれの部門で、優勝者、名人を決めると、で、2日目に行われる無差別の部というのが、もうまさに、子供から大人まで誰でも参加できる、ある意味真の名人を決める大会という感じになってます。なるほど。中島さんは無差別の部の、そうですね、他の部門にも出られるなら出たいんですけど、無差別しか出られないんでなるほど、はい、で真のチャンピオンってすごいなんかかっこいい感じですね。なれればかっこいいですね。そうですね、はいはい、それではまずは3月17日土曜日に行われました、女子の部、高校生の部、中学生の部、小学生の部の予選の様子と、各部門の決勝戦の模様と、各部門の優勝者のインタビューをご覧ください。今回のオセロ名人戦の舞台は兵庫県神戸市にある神戸芸術センター5階特設会場。小学生の部から女子の部まで合わせて118名が集まり、熱戦を繰り広げました。今年の小学生の部は51名の選手に参加していただきました。例年約30人ぐらいなんですが、今年は少し増えまして、すごい増えてますね。はい、1名の参加になりました。中島さん、この対戦見られたんですか。そうですね、うちの可愛い教え子たちもたくさん出てるので。そうなんですね。第39期オセロ名人戦小学生以下の部決勝戦と3位決定戦を行います。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。決勝は福地五段と高橋五段の対戦になりました。はい、この2人は本当実力者、我々大人と同じっても全然実力者なんで、ある意味大会やる前からこの大会が決勝だろうなっていうのはほぼ 100% の人が予想してたんですけど、へー、すごい早い小学生以下の部の優勝は福地圭介5段です。小学生の部以外の女子の部、高校生、中学生の部はですね、別な部屋で開催されていました。ああ、そうなんですね。はい、3部門同時に、
対戦している形で今回行われまして、中学生の部門に関しては24名の参加ということでした。決勝は高見沢四段と中村三段の対戦になりました。これ二人とも麻布学園に通う秀才麻布のオセロ部なんで、ある意味部活動をここでやってるみたいな。あー、なるほど。中村三段はあれですね、非常にリラックスしたいいようですね中学生以下の部の優勝は中村凛太郎三段です。高校生の部門の参加者は11名、まあ、この中から、優勝者を決める、そんな試合になりました。はい、はい、決勝は浦野五段と相田四段になりました。この二人もね、麻布なんですよ。おお、麻布すごい。しかも4月からこの二人は東大に通う、そんな奴らで、またこの高校生の決勝も部活みたいな感じですよね。あ、すごい。高校生以下の部の優勝は浦野健人五段です。女子の部門の参加人数は32名。あ、多い。これも歴戦のですね、名プレイヤーたちが今回も参加してます。神戸に全国各地から、女性プレイヤーたちが集結しました。決勝は佐藤五段と斉藤五段の対戦になりました。二人とも本当実力のあるプレイヤーで、うん、ただちょっと不思議なのが左の斉藤五段がですね、はい、なぜか女子の部のタイトルがまだ取れてないんですよね。いつもいいところに行くんですけど、へー、この決勝もそれなりの思いで臨んでると思うんですが、女子の部の優勝は佐藤玲子五段です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まあ終盤はもう結構優勢とか勝勢とかだったと思うので、まあ、中盤で差がついたのかなと思います。今日もその優勝目標は、まあ、その優勝が目標というわけでもなかったので、まさか優勝できるとは思いませんでした。とても嬉しいです。決勝戦は、まあ、そこまで対策通りにはならなかったんですけど、我慢していたら、まあ、優勢になれたので良かったです。早めに知らない局面になったんですけど、我慢して悪くない手を打ち続けれたのかなと思います。あ、すごく結構際どい戦いだったので、長考しましたし、勝ち切れたのはちょっと奇跡的な感じもしますけど、自分でもよくやったと思います。以上、小学生の部から女子の部の模様でした。どうでしたか、中島さん。そうですね、はい、どの部門も、優勝しておかしくない人が優勝しているって感じなんですけど、まあ、決勝ってね、本当にそれを勝って本当に優勝するってすっごい大変なことなんで、みんなよく頑張ったねと言いたいですね。そうですね。そういえば、園さんってオセロどうなんですか？オセロは、そうですね、はい、最後にやったのは多分10歳ぐらいの時なんですけど、はい、今まで買ったことがないんです、オセロで。こうやってオセロの試合を見たりすると、はい、それでもやっぱ少しずつオセロって上手くなるものなんですよ。あ、見てるだけでですか？その通りですね。はい、じゃあちょっと見ましょうかね。ぜひ、はい、それでは無差別の部の模様をお送りする前に、中島八段の名物コーナーよ。オセロがもっと上手くなりたい皆さんに見てほしい中島八段のワクワクオセロクラブ、どうぞご覧ください。中島八段のワクワクオセロクラブ。
はい、というわけで始まりました中島八段のワクワクオセロクラブ、私が言うのもなんなんですけれども、今回もワクワクっとした感じでですね、オセロの話とか、まあ、技の説明とか、そんな感じで楽しくクラブ活動を行っていきたいと思います。前回までですね、オセロの基本、相手の打てるところを増やさないための、方法として中割りというのを結構しつこくお話ししたと思うんですけど、今回もですね、その中割りの手の探し方について、ちょっと実際の盤面を使ってお話ししてみたいと思います。まずですね、中割りというのがどんな手だったか復習なんですけど、答えを言っちゃうとこの手なんですね。この手、この手というよりも返す石に注目してみてほしいんですけど、これ3個返してますけどね、この裏返した3つの石の周りすぐ隣に空いているマスがあるかないか見てみると、空いているマスが1個もない、つまり外側を他の石に囲まれた内側の石だけを返す手を中割りと呼んでるんですね。で、その中割りの探し方なんですけど、なんつうんでしょうね、このくぼみなんですね。こう他の石、こう3つ4つの石に囲まれているこうへっこんでるところ、ここで言うとここですね、4つの石に囲まれている、ここがもしかしたら中割りかもしれないなと。まあこの辺の形もそうなんですけど、こう L 字型に石が並んでいるところ、こういうくぼんでるところが中割りの可能性が高いです。で、そういうところ全部見ていくとね、まあ、これは中割りじゃないですよ。くぼみに打ってるけど、この外側の石を裏返しちゃいます。空いているマスがすぐそばにある、まあ、こっちも変わりますよね。で、全部探すと、あ、ここにあったぞって探せるようになれば、そこそこ強くなった証拠で、ここ今打てないでしょ。この石がもし裏返せれば中割りの手なんだけど、残念ながら今打てないんですよね。こっちが真っ白だから。で、気づくかもしれません、ここに中割りの手を打つと、この石が裏返ってですね、次の黒の手でまた中割りが打てるというところが、オセロの面白いところで、中割りの手を打って次の中割りの手を作るなんてことができるようになると、すごく面白くなるんですね。はい、ということで、今回はですね、中割りの手の探し方のおさらいを、してみました。以上、中島八段のワクワクオセロクラブでした。なるほど、なかなか難しそうですね。そうですね、でも、うん、あの基本をね、ちょっとずつ覚えていったら簡単に強くはなれるんで。いやー、佐野さんどうですか、あの中島さんと対戦してみるっていうのは。お、いいですね。いいんですか、このコーナーでやってみましょうか。やりたいですぜひぜひ。はい、ぜひそれでは3月18日日曜日に行われました第39期オセロ名人戦無差別の部の予選の模様と決勝へ進んだ2人のインタビュー、そして白熱の決勝の対局をご覧ください。こちらの部屋の方で行います。今まで501と505の方にいらっしゃった方も、無差別の部は全国から200名が出場しました。一つの部門に200人が集うのは名人戦では初とのこと。選手たちは3つの部屋で4ブロックに分かれて予選を戦いました。集まったプレイヤーの方々は全国各地から来ておりまして、うん、はい、うん、今回初めて200人を超える参加者に。あ、すごいですね。あの会場もいっぱいになっちゃいまして、うん、はい、非常にあの本当に本当の意味で熱い戦いになりましたね。すごいですね、はいはい、中島さん参加してて、はい、この会場の一体感は結構感じました、ね、熱気っていう意味ではすごくいいんですけど、はい、ちょっとプレイヤー見ると200人にしちゃうとね、うん、少なくとも8勝しないと優勝できないんで、うわ、ちょっとね、年を取り始めた私としたら体力が持たないよなと大変、まあ、前日中学生高校生に出た選手たちもこの無差別部門には参加してまして、大人と一緒に、まあ、もちろん小学生もですけど戦っています、はい、まあ、中島さん映りましたね、はい、真剣な。どうやら名人戦決勝の2人が決まったようです。決勝進出の2人は清水直樹五段と、なんと前日の小学生以下の部準優勝の高橋明弘五段です。どんな戦いになるでしょうか。
勝ちたいっていうのがやっぱり一番なんですけど、やっぱりまずはオセロ楽しみたいと思います。まあ、あっくんとは初めてなので、はい、まあ33個以上残るように頑張りたいです。では始めます。第39期オセロ名人戦の決勝3位決定戦を行います。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやー、まさかのまさか高橋君が決勝ですよね。2日連続の決勝ですよね。はい、まあ、昨日はあの小学生の部門で、準優勝ということでしたけど、はい、まあ、ここでも決勝に上がってきましたね。小学生とか関係ないですよね、はい、普通に実力者ですよね。対する清水さんも各大会でね上位に進出してる。そうですね、はい、決勝初めてですけど、はい、私もやったことあるはずですけど、はい、簡単に負けた記憶があります。プレッシャーがあるのか分かりませんが、はい、今の白の高橋君がねちょっとあまりは打たれないようで仕掛ける感じになってるんですけど、はい、清水五段がほぼ時間を使わずに打ち返してるっていうのはですね、まあ、それの対策というか正しい受けをちゃんと知っていると、はい、だからこれはこの時点でやや黒有利な序盤になっていると、こう受ければ黒がいいってことを分かってるんですね。序盤も結構研究してる。そうですね、清水五段はかなり序盤深く研究してるって評判ですね。へー、その序盤研究がねどう出るかですね、はいはい、白の高橋五段も逆に何て言うんでしょう、序盤仕掛けるタイプのプレイヤーで、はい、もうあえてちょっと悪い手を打って、はい、こう相手の分からない進行にしてやるっていう狙いでやってるんですが、はい、まあ、ある意味それはこのゲームで言うとちょっと失敗してるわけですね。完璧に受けられちゃってるんで。ああ、なるほど。見た感じ白が多いから白が勝ってるように見えちゃうんですけど。そうでしょう、はい、逆なんですよね、はい、多い方が打てる場所が少なくなっていっちゃうんで厳しいんですね。あ、そっか。一番外側の辺を先に自分が取る展開になると、うん、まあ、我々重いって表現するんですけど、はい、その外側に自分の石が合っちゃうとその後、うん、まあ、どこに打ってもこういろんな方向の石が返るようになっちゃって、うんうん、まあ、それが悪いことなんですけど、うんうん、横取るのが悪いことなんですか。結果そうなんですね。あ、そうなんですね。いっぱい返す手しか打てなくなっちゃう。かといってずっと取らないわけにはいかないんで。あ、まあ、そうですよね、はい、まあ、進行上高橋君が今そんな手に出てるんですね。ほぼ中盤に差し掛かりましたけど、はい、この辺そうですね、状況いかがですかね。白と黒のはい、打てる場所の数、打ってもいい手の数をなんとなく見ていくと、うん、なんとなくわかるかもしれないんですが、はい、白の方がね、うん、選択肢が少ないんですね。確かに。で、黒の方が、まあ、自由に打てる場所が多くて、うん、まあ、その分優勢であるって我々捉えるんですけど、うん、まあ、実際この局面だいぶ黒がリードしてるかなっていうふうに見えますね。ただちょっとしたミスをするとひっくり返ってもおかしくないくらいの差ではあるんで、うんうん、もうすでに黒が先に X に打ってましたけど、これは何か作戦なんですかね。あ、そうですね、はい、まあ、あの辺で白 に,、はい、に打たせないって意味があってですね、決して悪い X じゃなくて、はい、初心者向けのね教科書とかだと X にむやみに打つなって書いてあるんですけど、あれ決してむやみに打った手じゃなくて、はい、意味のあるいい手です、はい。まあ、単純に言うとこれ白が右上の隅を取っちゃうと黒に潜られて左上の隅を取られちゃうっていう感じで、隅を取ったら白が損をしちゃう。これ多分初心者だと喜んでカード取ったとか言うのが、なんで取らへんやろうと思って見てましたもん、はい、取るとさらにもっと取られちゃうっていう。はー、2人の心境的にどうでしょうね。高橋君は今状況的にいい状況なんでしょうかね。あ、高橋君、ね、これ、はい、不利なことは間違いなく分かってますね、はい、ただしっかりと、ね、死なないように粘っていければ、はいはい、ワンチャンスは来るんじゃないかっていうことに今必死にそのひどいミスをしないように、ね、はい、慎重に打っていると、はい、で清水子さんちょっと今なんかあたふたしてます自分が優勢なのはさすがにこれ分かってるはずなので、うん、慎重に手を選んでるんですよね、うん、角を取りました、はい、
でこれもうなんで黒潜って隅取りに行かないんだって思うとは思うんですけど、いろいろあるんですよ。一言では語れないいろいろがあってですね、いろいろあるのはまた別な機会で、ね、説明してもらうとして、今黒左下の X までも打ちましたよね、はい、左下の隅白に上げちゃうのって思うと思うんですけど、はい、これも、ね、深い意味があるんです、うん、時間はこれ十分と言っていいんでしょうかね、終盤そうですね、これ5分といったところですか。ただこの辺からの自分の優勢が分かってるし、はい、慎重に考え始めるんで、うん、案外ね時間が追われるんですよ、はい、自慢じゃないんですけど、私名人戦の決勝で時間切れ負けしたことがありますから、はい、史上初なのかな、2011年だったと思うんですが、だけどね打てないんですよ、なかなかギリギリまで、まあ、決勝っていうプレッシャーもね、お互い感じながらやってる試合でしょうから、一手ミスったら優勝逃しますからね、はい、慎重に慎重になるんですよね、はい、すごい見てて時間がすごい不安なんですけど、そうですよね、残りもう40秒切りましたから、はい、うん、将棋と囲碁と違って返す時間があるんで、はい、そこも読まなきゃいけないですね、そうですよね、はい、分かんないですよ、はい、めちゃめちゃ早いですもん、はい、ある意味石を返す練習をする人もいるぐらい、ああそうなんですね、うん、割と重要なんですよね、うん、この後黒合計で20個や30個裏返すはずなんで、うん、もたもたしてると30秒と間に合わない、うん、左下に白から打てない1個空きがあるのがポイントなんですけど、はい、それでねうまいこといろんな場所で黒が最後の一手を打って、うん、でも左上も黒が隅を取る、うん、あここで取りました、はい、左側のこの2個分けも白が打ってから黒が打つ、はい、白が打ってから黒が打つ、こう後から打つと残る、で最後も1個分けに黒が打つ、はあはあ、すごいすごい、というわけで見事優勝したのは清水直樹五段でした。なかなか緊迫した戦いでしたね。でどうでしたか中島さん。そうですね、あの優勝した清水五段、うん、あの有利なゲームをそのままこう優勢を維持して、うん、冷静に打ってたなっていうのが本当初めての決勝のくせにね、よく、うん、あの冷静に打てたなって感心しました。それでは優勝した清水新七段のインタビューと表彰式の様子をご覧ください。名人戦優勝おめでとうございます。あ、ありがとうございます。嬉しいです。予想外だったんで、もうとても、まあ、みんなそうだと思うんですけど嬉しいです。まあ、序盤がたまたま知ってるものだったので、まあ、それでリードを得て、まあ、それを守りきれるかどうかみたいな一局だったなと思います。有利は感じてましたけど、ちょっとちょいちょい詰め方が寄せ方が分かんない場面があったんで、ちょっとそれで時間を使いすぎたなというのはまずかったなと思ってます。では入賞の方、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さすが中島さん、表彰式に出られてますね。たまたまですか。貫禄ありますよね。ありがとうございます。たまたまですが。さすがです、はい、今大会振り返ってみていかがでしたか。そうですね、あの、はい、どの部門もこう年々レベルが上がってるっていうか、うん、もうね、数年前だったら何回かに1回は自分優勝できるだろうなぐらいのつもりで臨んでたんですけど、はい、もう、ね、死ぬまでにあと1回優勝できたらいいなって最近は思ってます。お、頑張ってください。頑張ります。はい。前畑さん、中島さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。前畑さん、次回のオセロの全国大会は全日本オセロ選手権ですね。その通りです、はい、戦いの舞台は埼玉県の大宮です。で中島さん、優勝に向けて頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます、はい、それでは次回の放送も楽しみにしてください。さよなら。さよなら。